高ワ山地の一行、熊山地は、大隅半島中央部の鹿児島湾沿いに連なる、山地である。一般には、鹿児島県鹿野谷市と樽見市との境界付近に横たわる、南北約2 5トル、東山約1 5トルの山地を指し、その中心部にそびえる大野柄岳やお竹などを含む、標高1 0 0 0ル以上の山岳群を総称して、高ワ山と呼ぶ。 日本におけるブナバヤ市の南限があり、森林生物遺伝資源保存林に指定されている。また、高峠、大隅湖、猿が白渓谷などの景勝地は、高歪山県立自然公園に指定されている。地質学における高歪山地は、高歪山付近から霧島山の南東付近まで連なる南北約 60km の山地を指す。 白秋に堆積した四万塗装群と呼ばれる地層が、隆起したものを基盤とし、アタカルデラ、アイラカルデラ、格闘カルデラなどの火山活動による噴出物が積み重なっている。大野柄岳の西側斜面には、第三期に形成された、直径約 7km の花崗岩ドーム、高マ花崗岩体があり、その周辺部にタングステン、モリブデン、金、ビスマス、 ウランなどの鉱脈が存在する。大野柄ガラ岳やお竹などの山海は、花崗岩の形成に伴い周辺の地層が加熱され、緻密なホルンフェルスとなったため侵食から取り残されたものである。古くから山岳信仰の対象とされており、江戸時代末期の毎年3月から4月にかけて、ボンサン、オオノガラ岳、コベラガラ岳、ツマ岳、ゴンゲン岳、中岳、 金庫宮を巡るなな竹山系が行われていた。ボンさん、大野柄だけ、小ベラ柄だけ、妻だけは樹木をご神体としていた。ありがとうございます。